バーミンガムのビクトリア広場で公開されていたアイアン・マン2008年撮影アイアン・マン2005年撮影アイアン・マンはイングランドのバーミンガムにあるビクトリア広場にあったアントニー・ゴー・ムリー作の立像この立像は舗装面の元に埋まっている部分を含めて6メートルの高さがあり重量は6メトリックトンある立像は7.5度背面側に また、5度左側に傾斜していた。制作したゴームリーは、バーミンガムやクロザトが産業革命の時期に起こした事業の伝統的な技術を表現したものだと述べている。鋳造は、ウィレンホールのブラッドリーフォスターズキャスティングスで行われた。1993年3月、当時、ビクトリア広場に面した郵便局の本局跡に本店を置いていた。 トラスティーズ貯蓄銀行からバーミンガム市への寄贈物として広場に設置された。当初は作品名は無題とされていたが、やがてアイアンマンと通称されるようになり、ゴームリーはアイアンマンを正式名称と改めた。設置当初、この像は議論を呼んだが、最初から錆びているという初期の批判は、ゴームリーが金属の本体を保護するために、 あえて参加させた鉄が使われていると説明したために、退りけられた。1994年に、ウェールズ皇妃ダイアナがビクトリア広場の再公開に、再して公式訪問をした際には、この像が見えないよう隠されていたという噂も流れた。もともとこの像を市に寄贈した銀行が、ブリストルに本店を移した際には、この像を移設するか、撤去するべきだと主張するものでたが、 立像はそのまま残された。この立像のひな型はジュエリークォーターの公共芸術移植局に保存されている。2017年9月5日、ウェストミッドランズメトロのセンテナリー広場への路線延伸工事のため、この立像は撤去され倉庫に移された。ありがとうございます。